では続けましょう。で続けましょう。本文の方、もう一回お弁文文。で、今日のテーマは、外国人歴史の是非。で、外国人歴史的是和非。で、我们讲过这个是非、什么的名字、是和非的意思。では、まず、相撲は日本の国技だと言われる。で、相撲の小中心と言われる。这是一个。ね。对，人们都说相扑是人们的国技。そして、而且，ほとんどの日本人もそのように信じてる。大部分人そのように信じてる。では聞きますが、そのようにどのようにですか？日本人对此也深信不疑。对什么呢？つまり、相撲は日本の国技だ。对，相扑。是我们的国际这一点深信不疑。で、念のため、で、谨慎起见、慎重起见、国技を辞書で調べた。で、我通过词典查了一下国技的含义。で、調べてみると、特別是一个经过发现。で、经过查证我发现这里是这么写的。その意味は、そのつまり、国技、有关国技的意思、这么解释的。ある国を代表する武術やスポーツ競技などと定義されている。で、我发现这里是这么定义的。ある国、つまり某一个国家。代表某一个国家的武术、或者是、ね、体育竞技等等。だが、但是问题来了。逆。で、いろいろな疑問がすぐに湧いてくるかもしれません。だが问题来了。什么问题呢？いろいろな疑問。で、涌现出很多问题。什么问题呢？例えば。这是一个，现在有很多问题，我们举例说明怎么的，他对吧？野球はアメリカの国技だろうか？棒球称得上美国的国技吗？だろうか？疑问。あるいは。サッカーを国技とする国はどこだろうか？到底哪个国家可以将足球称为自己的国技呢？どこだろうか？到底是哪里呢？哪个国家呢？か又是个问号。ね、だろうか？と后面省略了谓语と。と疑問が湧いてくる。会让人产生这些问题。で、アマチュア相撲ないし職業相撲が日本の国技だというが、まあ、如果你说相扑，で、业余相扑或者职业相扑是日本的国技的话，但是啊，不过日本人一些。相撲自体は決して日本固有のものではない。Yes or no? No. 但是相扑其本身決してない。比如強調否定絕非日本固有的东西。所以ね、相扑也称不上是日本的国技。携帯さえ異なっていても对，这里塞和 temo 在一起构成一个让步的句型，つまり携帯は異なっているが，ね，虽形式有所不同，ね、モンゴル、朝鮮および中国のチベットなどにも見られる。反アジア的な競技であり、但是那个相撲は对
那虽形式的不同，在蒙古、朝鲜、俄罗斯以及中国的西藏也可以看到相扑的形式，那只不过形式稍微有点不同而已。だからそれは泛アジア的な競技であり、是泛亚洲的一个竞技。である接句号，である接名词，であり接逗号。で、さまざまなバリエーションを持って存在している、以很多形式存在。それでは、日本の食用相撲の世界がユニークだという言い切れるポイントは、どこに存在するのだろうか。那么，你凭什么可以断言日本的相扑是独一无二的呢？凭什么呢？その言い切れるポイントはどこに存在するのだろうか。到底在哪里呢？你凭什么这么说呢？在这里我们看起来是一个疑问句，どこに存在するのだろうか。其实它就是一个。No、どこにも存在しない、没有任何证据可以证明相扑是属于日本的。那么第一段已经讲出了中心思想，相撲は日本の国技ではない。相扑并不是日本固有的东西，并不是日本专属的东西，是属于整个亚洲乃至整个世界的东西。では、現在、モンゴル、中国、ロシア、エストニア、ブラジルなど12カ国の各国が歴史として土俵に登場している。現在、除了日本、还有这些外国人的相扑选手也在参加专业的相扑比赛。蒙古、中国、我们中国、ロシア、俄罗斯、エストニア、あとブラジル、巴西など12カ国の外国人が力士として作為专业相扑手、土俵に登場している参加相扑比赛。いつもは対戦を見ることのできない無名の力士もいるので、再加上那些无名小辈的力士、この広がりは予想以上だと言える。所以其范围之广，甚至超乎人们的想象。叫この広がり的"この"代表什么呢？再看一下，外国人的力士，外国相扑选手，对，有时候就达成了超乎想象。ではここでちょっと VTR 見てみましょう。で、ここにある、で、エストニアからですね。というのが、来自のエストニアの某一个项目选手。では、ご覧ください。史上最多のタイ記録となりました。まあ、これからは、その頂点に立つ横綱白鵬を倒すのは誰かという力士がですね、早く成長してきてほしいんですけどね。そうですね。まあ、現在の番付ではその一番手に立っているこの日本人力士として、関脇、大関を目指していってほしい琴奨菊なんですが、琴奨菊はここまでの成績が9東勝5敗。方、大関マルト、エストニア、ラクベル県出身、尾上部屋。西方、関脇、琴奨菊、福岡県柳川市出身、佐渡ヶ嶽部屋。玉ノ井さん、琴奨菊は先場所、関脇で11勝4敗、初めて関脇で2桁を挙げたんですね。はい。ですから、そういう意味ではこの場所も2桁を残して、そうですね。まず2桁ですよね。まあ、今日の1番は一番大きいですよね。まあ、先場所せっかく挙げた11番を無駄にしてほしくないなという感じがしますね。そうですね。
まあ、でも今場所もね、立ち合いからの、ね、当たり、前に出る圧力ですか、はい、非常にいいもの出てますよね、今場所は体重が6キロ増えて体も何か一段とこう厚みを増したような感じがしますが、なんかこう重たくなったなという気がしますよね。相撲を見てもこう一番やっぱり自分がこう目についたのは圧力ですよね。圧力、今までもあったんですけれどもね、はい、その圧力がまた増したなというような、感じはしますね。このバルトに対しては、はい、18回の対戦がありまして、バルトの10勝、そして琴欧州は8勝と、あ、均衡してますね。ねえ、そう嫌がっていませんね。そうですね、琴奨菊が中に入っていくようなこう相撲を取りますからね、はい、バルトからするとちょっとやりづらさっていうのはね、まあ、確かにあると思うんですよね。中に入った場合でもいかにその上手を取らせないか、まあ、ただまあ大きさありますが、肩越しからね、こう振り回すね、力はもう持ってますからね、はい、そういうものをこうどういうふうなね、今日の一番で見せてくれるかなと。勝つには中に入ることですね。そうですね、中に入って早く攻めることですね。時間いっぱいになりました。2桁を目指す琴奨菊、出たガブリより琴奨菊勝って10番、もろ差しになって、玉ノ井さんのお話のように早く攻めること、バルトに上手は取られましたが早く攻めました。そうですね、まあ、自分のこう形になって、いい相撲ですよね。バルトもまた右の上手が早かったですね。早かったんですけどね、逆にこう圧力をかけられましたからね、琴奨菊に、はい、やはり体重が増えたのは無駄にはなってませんね。そうですね、まあ、琴奨菊もそうですけど、やっぱり部屋でねかなり稽古はしてますからね、真っ向勝負でバルトを正面から寄り切りました。得意のガブリ寄りが出ました琴奨菊。まあ、琴奨菊にすれば2桁をでこの技量審査場所千秋楽締めくくりました。いい形で締めくくりましたね。そうですね、まあ、願うべくはもう少し白星が欲しいところですけれども、まあまあ、とりあえずまた、次の場所でも、ね、2桁を上げたということで、ね、そうですね、こういうね、自分らしい持ち味のね、これで当然次の場所琴奨菊の大関取りというのが話題になるんじゃないですか。なってくるとでしょうね。そうでしょうね、はい、栃ノ心が敗れたことによって、この土俵に上がる前に白鵬の7場所連続優勝が決まりました。満員のお客様のこの歓声で木村庄之助の千秋楽のクレームも何かこの放送席には届いてこない感じがありました。今日も玉ノ井さん、子供さんの声で随分聞かれました。子供さんがたくさん入っているようですね。今日多かったですね、はい、まあ、こういう子供さんがだんだん成長してね、そうですね、見てもらってですね、大相撲を支えるようなファンになっていただければ ね、はい、そうですね、子供の頃にね、千秋楽の土俵で白鵬と海王の相撲を取ったのを見たんだよっていうのもね、
場所は春まくりに敗れた一番はありますが、先ほどの浜の井さんのお話では、立ち合いの踏み込みといい、回しの取り方といい、また一段と迫力を加えた横綱という感じがしますね。そうですね、まあ、相手よりも先に攻めるということが、ね、この横綱の強みですよね、はい、でもこう逆に攻められるとどうなのかなと思う部分もあるんですよね。あ、そういう形にならないですからね。逆に私はどんどん、ね、こう横綱とぶつかった時は、ね、あの攻めてほしいなって思うんですよね。まあ、攻めさせないこう横綱の、ね、やっぱりこうまさとか圧力のかけ方っていうのがあると思うんですけれども。玉ノ井さんと白鵬というのは13回顔があって、はい、5勝8敗ですね、はい、不戦敗が2つありましたけどね、はい、あの体が、ね、ものすごい柔らかくてね、はい、圧力をこう吸収するんですよね、はい、横綱はですね、すごい攻めづらいんですけれども、でも私が勝った時の相撲っていうのはほぼ攻めてた時だと思いますから。あ、そうですか。攻めていく中で何かやっぱり起こるんですよね、きっと、はい、この吸収する力というのはこの海王のような大きな力でもやはり吸収してしまう。吸収されますね。あ、海王の勝つチャンスというのはまず左四つですね。うん、でもあの四つに組んでもですね、横綱は取れますからね、はい、上手をやっぱりこう取ってですね、攻めますから、はい、まあ、そういう意味ではこうちょっと離れて取るのも一つの手かもしれませんよね。あ、なるほど、はい、いきなり組みに行くんではなくてね。そうですね。19回目の優勝を決めた白鵬、最後の相撲をどんな形で締めくくるのか。海王との対戦も制限時間いっぱいになりました。まだ失礼しました、時間前の仕切りでした。この放送席の周りでは海王海王という声が大きく飛んでいます。海王、乗り切り、海王の勝ち。白鵬を右上手から引きつけて寄り切りました。でいかがでしたか。では続けましょう。でその中でずらっと並んだモンゴル出身力士の比率と活躍は群を抜き、包括看看了90%がモンゴル出身ね。でずらっと並んだで众多外国選当中モンゴル出身力士の比率と活躍は群を抜き、つまり抜群、出类拔萃。で二人しかいない横綱もやはりモンゴル人の力士である。で、只有两位冠军横綱、やっぱりモンゴル出身、也是来自蒙古。彼らなしにはもう国技都市の大相撲が成り立たない。彼ら出てもだ、外国人力士出てもだ、国外的相扑选手。彼らなしにはつまり if not 表示が假定。で没有我们的国外相扑选手，国技都市的大相撲が成り立たない。现在相扑已经无法成立。そういう現状は
日本人にとっては恥じるべきことなんだろうか。对人们来说，是一件可耻的事情吗？这又是一个疑问句。恥じるべきことなんだろうか。Yes or no？正解は No， 没什么好可耻的。No， 你们相簿本来就不是日本专有的，所以네真正恥じるべきことではない。为什么呢？我们再看完作者的一个陈述。国技といっても，对，所以说是国技。相撲に何の関心も持たない人々は別にして。で、对相撲没有任何兴趣的人，我们另当别论。我は別にして。この外国勢力の占領をめくっては、围绕国外相撲选手的占領、占領、大きく二つの評価がある。一般有两种评价。まあ、真的是二つの評価がある。有两种、じゃあ A、B。まずその A。このような現状を情けないと感じる人たちの存在で、このような現状を、比这个 B、对这种现状认为是情けない、太可怜了、太可耻了。在自己会的比赛、忽然让别人去当了、情けないです。このタイプの人たちは、つまり所谓的保守派ですね。で、保守派的人。日本文化の象徴領域は日本人が知るべきという心情を持っている。因为他们比较传统，认为那相扑是象征了日本文化，所以冠军应该由日本人来当。那所有心情を持っている，持有这种想法。那無口で忍耐強く。네沉默寡言又忍耐力强かつ礼儀正しく謙虚で上下関係に従順な日本人歴史がこのその人々にとっての理想像である他们认为这才是理想的相扑选手的样子对都是褒义词無口で忍耐強く礼儀正しく謙虚で那么可以发现我们的形容词和形容词我比如说并列关系的话可以用我们的先看我们形容词是有可네強い強い強く強くて네強い我们知道네总之连体強くて接逗号。強く接我们的动词。再次给再看我们的無口で無口是什么呢？那形容词。無口だ。無口な人。で、若干我们的形容词怎么的？無口で、あるいは無口であり。だから無口で、別が並列、忍耐強く、忍耐強くで、かつ、特別是一个递进等等的、さらに。それにその上都是表示一个递进关系呢かつさらにそれにその上しかも、おまけに都表示什么呢递进关系で又有礼貌又谦虚而且上下関係に従順又听话所有日本人歴史がこのその人たちにとって对保守派来说理想像であるあまり変化を好まないため不喜欢变化伝統的な価値観の保有者だと考えられる可以认为是日本的传统文化传统价值观的保有者持有者
この種の日本人はこの種派什么的？说保守派，什么保守派的日本人。外国人歴史の非日本人的な言動には、对国外学生那些非日本的言動に、非日本つまり無口じゃない。どうしどうし。人他強くない、礼儀正しくない、謙虚でない、重要ではない。その非日本人的な言動に、しばしば戸惑いを見せる。因为这个原因，对那些国外相片的那种不传统的做法，经常感到很困惑。ね、戸惑いを見せる。しばしば、经常感到很困惑。注意的，しばしば，经常的。对，同样表示什么呢？经常地还有以下表达方式：しばしば、しきりに、たびたび、あとはよく、しょっちゅう、あとは。しげくしげしげ等等呢，都表示啊，经常地。这种的第一种观点，所谓的传统派的观点，一起带到知识馆马达空岛呢，对吧？马达里好多。